ことをもくろってくださいです。今回は崩壊スターレイルからカフカのフィギュアを作ります。崩壊スターレイルは原神を生み出したホヨバースが送るマルチプラットフォーム対応の新たなスペースファンタジー RPG です。ストーリーとしてはプレイヤーは開拓者として様々な星を探索する銀河への冒険の旅に出るという感じです。その崩壊スターレイルですが、7月19日にバージョン 1.2 にアップデートされ、ジン、カフカ、ルカの3人のキャラが実装されました。その中で今回作るカフカについてちょっと解説をしようと思います。カフカですが、まず見た目はクールで美しいお姉様って感じの女性ですね。で、実際は冷血な殺し屋で指名手配されているとんでもない人物という、なんかもうザ・ド S って感じで、おう、すごく好きです。僕がこの手のキャラがドストライクということは視聴者はすでにご存知かと思いますが、あとカフカは必殺技がめちゃくちゃかっこいいんですよね。この必殺技はぜひ見ていただきたい。君が覗き見てたの？さて、どこに隠れているの？最後のボンのところが良い。ということで今回はそのボンのシーンのカフカを作ります。さて、カフカの体を作っているところですね。カフカはポンキュッポンのナイスバディなので、体の流れはかなり意識して作ります。お尻から足あたりを作る作業を楽しい。ふくらはぎは正面からの足のラインが決まった後です。足の形が大体できたらスパチュラで細部を造形します。ここで一度焼いて固めて腕に粘土を持っていきます。腕は後から服で隠れるのでシルエットを整えるくらいです。手を腕にくっつけます。素体が大体できたので靴を履かせていきます。衣服は下から作ることが最近は多いです。下からの方がバランスを見やすいような気がしなくもないような。もう片方も同じように作ります。続いてショートパンツを作らせていただきます。カフカお姉様にこの体のラインがはっきりと出るピチピチのショートパンツを履かせた人は完全にわかってる。このキャラの腰回りの造形を活かすにはこれ以上の最適解はないと断言できる。そして上半身にも服を着せていきます。もうカフカお姉様を超えてカフカママじゃん。うむ、でかい。何とは言いませんが、腕に粘土を持っていきます。しっかりと伸ばして食いつかせます。薄くした粘土を持って袖口を作ります。もう片方にも同じように盛ります。スパチュラで袖をフリフリさせます。腕のシワを作り込んでいきます。スパチュラで地道に形を作っていく。先の細いスパチュラで服のラインを引いていきます。素晴らしいサイズ感、何とは言いませんが、月に上着を作ります。薄く伸ばした粘土をハサミでカットしてカフカママに着せます。上着の袖には手を通さず羽織っている感じです。上着の袖に粘土を盛りシワを造形します。腕が入っていない分袖は薄くなびいたようなシワの形です。右足にブーツを履かせていきます。
片足だけというのが、これはまた完全に分かってる人の仕事。ブーツありとなしの両方が楽しめる。二度おいしい。焼いて固めたら髪の毛を作っていきます。指で細く伸ばした粘土をどんどん盛ります。サイドに垂れた長めの髪はなびいた感じを意識します。前髪ができたら一度固めて後頭部を作ります。髪の流れをしっかりと造形していきます。髪ができたらサングラスを頭に乗せます。本体に続いて次に台座を作ります。粘土をしっかりとこねこねします。カフカの必殺技の最後には足元に雲のエフェクトが出るんですよね。そもそもカフカは雲モチーフで、服にも雲っぽい模様があったりするんですが、スパチュラでしっかりと台座に雲を描きます。続いてプラ板でちょっとしたジオラマみたいなの作ります。プラ板工作楽しい。作ったプラ板工作を台座に取り付けます。これは必殺技の長弾エフェクトです。本体と台座を組み立てて原型完成です。そうしていきます。ジロサフを吹いたら肌から塗っていきます。一層目には影部分に紫色、髪の毛も紫色なのでここで一緒に塗ります。濃いピンクを全体に塗っていきます。マスキングをして黒を塗ります。白にいきなり塗るよりは一度ピンクでも下地を挟むのはまあありかなと。黒を塗ると一気に色のイメージが近くなった気がしてきました。マスキングを剥がしました。ここからは全体を見つつ色の調整をしていきます。台座も塗っていきます。まず全体的に黒っぽく、雲の線に薄めた紫色を流し込み、あとはエアブラシで色をのせていく。長弾エフェクトは透明感を残すためにファイアカラーのクリア塗料で塗ります。やっと完成です。She's tonight